それをを割増金を適用して3倍のですね、約220万円の請求、え何か忖度が行われているのかなというところもすごい気になるところなんですけれども公共放送に対するそういった不信感が受信料の不払いにつながっている我々は強く考えております。 えー、本日初の質疑させていただきます政治家自治48党等の斉藤健一郎ですよろしくお願いします、えー、国民の皆様にはあの端的に分かりやすく、えー、ごまかしのない質問と答弁を心がけます、えー、そしてちょっと非常に今回長くなってるんですけれどもちょっとお腹の空く時間かもしれないんですけどもう少しお付き合い願えたらなと思います、えー、次の質問の方に移らさせていただきます、えー、NHK と、えー、契約する際ですね テレビの設置日を確認することなく、えー、簡単に契約ができるような状態になっております契約契約をする際はすごく簡単にいけるんですしかし解約をするときには必要以上に面倒でそう簡単に解約はさせんとばかりにですねテレビを処分した、えー、証明が必要になったりなど非常にあの手間がかかるんですけれどもそこで伺います えー、契約の際にはです、ね、設置日をその申し出る必要があるのに、解約時にはその各種の証明書というものをです、ね、添付する必要がある、その理由をお聞かせください、えー、お答えいたします。えー、受信契約の締結にあたりましては受、受信契約3条1項におきまして、受信機の設置の費用をお届けいただくことを規定しておりまして、えー、受信契約書に、えー、設置日を記入いただいております。 で受信契約の解約につきましては、受信契約9条2項に届け出内容の事実を確認できた場合に、解約として取り扱うことを規定しております。えー、このため、解約自由によっては、各種証明書を提出していただいて、えー、届け出内容の事実確認を行った上で、解約を受け付けているということでございます。はい続い続て質問です、えー、チューナレレステレビ 最近、えー、よくいろんなところで販売が開始されてるんですけれども、えー、そのチューナレステレビにあの置き換えた場合、ですね受信契約を解約することというのは、えー、できますでしょうか。はいい、えー、お答えいたします、うん、あの放送を受信する機能を有しない設備につきましては、放送法64条1項に規定する、協、えー、会の放送を受信することのできる受信設備、 に当たらないため受信契約の必要はないというふうに考えてございます。えー、受信契約の対象となる受信機が全て撤去された場合には届け出内容の事実確認を行った上で解約を受け付けております。以上です。はい、えー、先ほども申したとおりなかなか解約にはあの手間がかかるというところが事実なんですけれども、えー、その解約する際ですね、あの NHK の方にはホームページが あるにもかかわらずです、ね、あの非常にあのつながりにくいと評判の,です、ね、あのふれあいセンターの方に、必ず電話で解約をえ申し出る、そしてです、ね、それに至る理由をきっちりと伝えなければならないというふうになってるんですけれども、まあ、そこについては会長の方いかがでしょうか。はい、お答えいたしますあの解約の手続きは、提出していただく届出書について、正しくご案内する必要があるということや、 本人確認を適切に行う必要があるということのため、インターネットでの申し込みではなくて、NHK ふれあいセンターや各放送局の窓口において、えー、お電話いただくようにお願いしています、えー、顧客満足度というものを考えれば、ですねやはりあの契約と同時にやはり解約。 特に設置、テレビの設置等がない人に対してですね、解約を、えー、しやすくするというのも一つ、えー、顧客満足度を高める一つだと思うのであの、その辺もご検討いただければなというふうに思っております。えー、次の質問に移ります。えー、お手元の資料を、えー、お配りしております。えー、政治家女子48等ではですね、NHK を見ない国民の声を聞かずにですね、いまだスクランブル放送化についての議論を進めようとしない NHK、 その対抗策として、受信料の不払いを希望している方を対象にですね、司法書士に、わざわざですね、司法書士に請求書の受け取りサービスを去年の7月から行っています。今年の3月にはですね、5500件の受け取り希望がありました。累計で1万5000件を超える委任が行われております。これまでの最高額は81万8440円です。 その他、約七十五万円の請求書の委任が少なくとも三件あります。えー、そこで、質問です。請求が数十,数数十万円にも上る。これらの契約者に対してですね。NHK はひたすら金額を上乗せして、えー、請求書を送り続けていますが、えー、こちらについてですので。こちらについての,あの裁判は、いつ行う予定をされておりますか？えー、お答えいたします。NHK では、文書、電話。 訪問などによりまして、えー、受信料制度の意義や公共放送の役割を丁寧にご説明した上で、それでもなおお支払いいただけない場合の最後の方法としまして、民事手続きによる支払い督促を実施しております。えー、この支払い督促につきましては、請求額の代償にかかわらず、準備が整った方から順次実,実施しているということでございます。はい 要するにです、ねあの、集めたお金が皆さんにです、ね、受信料となって跳ね返ってくる、要するに高額請求があるということは、それを集めれば集めるほど受信料を低くできるにもかかわらず、えー、そういった基準を設けられてないということなんですけれども、担当直にお伺いします、その裁判を起こす基準を教えてください。お答えいたします。先ほどお答えしまししまたように NHK ととてはあの受信料制度の意義とか あるいは公共放送の役割を丁寧にご説明した上で、それでもなおかつ、お支払いいただけない場合の最後の方法として、民事手続きによる支払い督促を行っておりますが、準備が整った方から順次、実施しているということでございいますはいえー、なかなかその準備の整ったというところが非常に曖昧でですね、えー、何か忖度が行われているのかなというところもすごい気になるところなんですけれども、えー、続いての質問に移行させていただきます。 えー、自宅にです、ね、あのテレビを設置しなくても、あのー、皆さんご存知だと思います、古いワンセグの携帯、そしてカーナビ、えー、そういったものを所有している場合でも、えー、契約の必要があるとされております。えー、現在です、ね、受信契約していない契約、えー、ワンセグ携帯などですね、えー、カーナビ割増金の対象にはなりますでしょうか。はいえー、お答えいたします ワンセグ機能付き携帯電話などにつきましては、放送法64条に規定されている、協会の放送を受信することのできる受信設備であり、割増金の対象となります。ただ、2021年に総務省の有識者会議で割増金の導入にあたり、NHK は国民、視聴者に対して周知を行うとともに、 引き続き、受信設備設置者の理解を得て、契約を締結するよう努める必要があり、例えばワンセグ機能付き携帯電話や、チューナー付きカーナビなどについては、十分な配慮が必要と考えられるという指摘されているところでございます。NHK としましては、こうした議論や法改正の趣旨を踏まえまして、対象とすべき事案が発生した際に、適切に判断してまいりたいと考えております。 えーとですね、非常にそのチューナレステレビを買ったです、ねあのー、そちらを設置したにもかかわらず、そのワンセグ携帯やカーナビを持っていることによって、えー、この割増金が請求されるのではないかという不安の声が、あの非常に我々のコールセンターにも非常に多く聞かれます、あのー、その声をお届けしておきたいなというふうに思っております、えー、そして次の質問です。 えー、75万円以上の滞納、ね、がある世帯、えーまあ、それが仮にです、ね、未契約だった場合です、ね、それを割増資金を適用して、3倍のです、ね、約220万円の請求、えー、そういったものを出すご予定などはありますでしょうか、えー、割増金はあの、現行の受信規約が施行された、えー、今年し4月以降に。 不正な手段により受信料の支払いを免れた場合や、正当な理由がなく、期限まで受信契約の申し込みをしなかった場合に対象となります。それより前に遡って請求することはございません。割増金の運用については、先ほどお答えいたしましたように、対象とすべき事案が発生した際に、適切に判断していくということでございます。 はいありがとうございます。それを聞いて安心しました。というと次の質問です。あの令和5年度の,です、ね、あの収支予算事業,、えー、事業計画の中にです、ね、その割増金の予算が、えー、組み込まれておりません、えー、こちらはどのような計画になってますでしょうか、えー、割増金は、具体的な件数や金額を見込んで、えー、実施するものではございません。えー、従いまして、えー、今年度の収支予算 事業計画には含んんでございません、えー、国会の付帯決議には、割増資金についてはまず受信契約についての理解を得るため、最大限努力しつつ、個別事情に配慮し、適切な対応を行うこととしてございまして、NHK としてはこの点をしっかり留意して、割増資金制度を運用していきたいというふうに考えてございます。 要するにです、ね、あの今年の4月からその割増金というものを設定しているにもかかわらずです、ね、まあ、そこで回収する金額であるとかです、ね、それを予算に組み込んでないということ自体がです、ねえー、その割増金の回収する気持ちがないのか、それともどういったその空気を呼んでやっていくような形になるのかというところで,です、ね、ちょっと非常にそういう曖昧な予算の組み方というのも、えー、皆さんが公平にです、ね、受信料を払って見る NHK としてはですね。 予算、えー、としてはです、ね、その予算組というものをしっかりしていただきたいなというふうに思っております、えー、そしてです、ね、このような、ね、NHK の割増金に対する、えー、総合的な考え方を監督する立場にある総務大臣、ご意見をお聞かせください、えー、受信料制度につきましては、受信料をお支払いいただく国民の国民視聴者の皆様から、受信料制度の意義、 契約の締結や支払いについて理解を得ることが何よりも重要であると考えておりますそのため NHK におかれましては未契約者及び未払い者を含む国民消費者に対しこれまで以上に丁寧な説明に努めていただけたらと考えております その上で、NHK が個別の事情に配慮し、さらに真摯な努力を続けても、お支払いいただけない場合は受信料の公平な負担の観点から、民事手続きや割増金の制度を適切に活用することが必要だと考えているところでございい、ます。はい、ありがとうございます。 あの真摯な努力というふうに言っていただいたんですけれども、えー、国民の皆様とですね NHK、えー、ここにしっかりと信頼関係が生まれて初めてですね受信料制度というものが成り立つものだと思っております。えー、そのためにその国民との信頼を、えー、築けるような受信料制度、そして番組構成、えー、考えていただいただきたいなというふうに思っております。えー、そして最後にですね、えー、NHK のその対マン によっってて、ね、このの受信料をその支払っているる方の負担になります要す要に NHK がしっかり仕事をしていただければです、ね、より受信料を安く視聴できるんだということを、皆さんにお伝えをしておきたいと思います、そして私の方から最後にです、NHK が先週です、ね、ようやくジャニー喜多川元社長のです、ね、性加害というものを報道したことが話題です。これは 我々政治家女子48等のです、ね、元ガーシー前議員が、数ヶ月も前に暴露していたことです。こちら、世間からしたらです、ね、相当周回遅れの情報でございます。そしてです、ね、楽天の三木谷社長の暴力団とのつながり、そして覚醒剤の購入、使用、それらの疑惑があります。それについても NHK はです、ね、一切報道はしていません。 NHK はやはり民放とは異なり、広告費が必要のない、それが NHK なのであります。そういった企業に対して、国民が知るべき情報を報道していないと嘆く声が、非常に我々のコールセンターにも多く届いております。公共放送に対するそういった不信感が受信料の不払いにつながっていると、我々は強く考えております。 そのことを自覚していただきたいと我々は非常に強く思っておりますそして公共放送は我々は必要だとしっかり考えておりますしかしです、ね、その公共放送を担うのは NHK その一つではあるとは思っておりません NHK はですね、2021年度3650億円 54億円もの余剰金もあることですし何事にも忖度することなく公平中立の原点を守って番組を作成していただくことを強く願うとともに稲葉会長のリーダーシップを期待して私の質疑を終わりにしたいと思いますありがとうございましたいかがだったでしょうか斉藤議員は初の質疑とは思えない落ち着きぶりで会長から貴重な一言を引き出すことに成功しています NHK 受信料を解約できる方法にも触れ 今後の議員活動にも期待ですね皆さんはどう感じられましたかぜひコメント欄で教えてください最後までご視聴ありがとうございました